ネコ丸のグッドナイトスリープはい、よろしくお願いします。先週はちょっとマナティでしたけど、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、キャンさんにまた復帰したということで。はい、よろしくお願いします。<laughs> はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、時刻は0時半を回りました。えっ、ー、と、グッドナイトスリープのお時間です。MC は男の子系 VTuber のネコ丸と、 はい、えー。ミキサーは私、はい、FM 機能のキャンがお届けしてまいります。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。この番組は埼玉の私の自宅より1時まで放送します。皆様、最後までお付き合いください。はい。で、番組は、えっ、ー、と、リスラジというアプリで、あの、一緒に、まあ、聞けますので、全国でも聞けますので、はい、よかったら、あの、インストールしてみてください。で、えっ、ー、と、番組では、 えっと、メッセージをお待ちしてます。えっ、ー、と、メールアドレスは、えー、vtubernecomer.gmail.com。あと、番組は、えっ、ー、と、同時に YouTube とツイキャスで生配信しております。ネコマルの Twitter アカウント、アット vtuber__ ネコマルを検索していただき、放送開始のツイートからお好きな方で、えつらしてコメントでご参加いただけたら幸いです。はい。じゃあ、ちょっと曲に行ってもいいですかね。はい。ぜひ、お願いいたします。 はい。じゃあ、えっ、ー、と、私がオープニング歌わせていただきます。えっ、ー、と、コナミさんの、えっ、ー、と、ビートマニアのラブ v e to m という曲です。聞いてください。 ネオンサインが光る街中であの人は影を残して消えていたの突然にさよなら愛してたあの時に気づいた思い出は夢の中忘れた頃に目覚めるの好きだ ありがとうございました。いやー、いい懐かしいですね。<laughs> あ、<laughs> キャンさんこの曲は聞いたことある感じですか？<laughs> フィフスよりだいぶ前ですけど。まあこの前あのだいぶあの緊張したんであれでしたけど、あのそういえば聞いたことあるなと思いまして。はい、あ、本当ですか？はい。<laughs> そっかリメイクとかもいっぱいされてるからあれ、ね、そうですよね。多分別バージョンで聞いたかもしれないですね。はい。 <laughs> はいよかったです。今日はちょっと,、はい、えと顔出してなくてちょっと VTuber で出てみようかなと思って。はい、いやか可愛くていいですね。<laughs> はいはいありがとうございます。ちょっとかわいいこのキャラに何かか可いい声をなんか合わせていきたいんですけどまだちょっと、はい、あの練習不足ということでちょっとね顔に合ってないんですけどなるべくあの精進いたしますのでこれからよろしくお願いいたします。 いやこちらそよろしくお願いします。はい。<laughs> じゃあちょっとコーナーいっちゃいますね。はい。えっと、今週の、えっ、ー、と、あたかな子の秘密教えますのコーナーですが、はいえ今回のお題、あの、結構募集してたんですけど、あんまり、あの、メッセージで、なんかその質問いただけてないので、はい、あの自分でちょっと、あの、 掲示板でなんかあの募集してみたんですよ。はい。あの質問をで、なんか何個か、あのー、質問がちょっと7個かな。うん。7個来たので、ちょっとこまましてるんですけど、はい<お>。ちょっと答えていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初、えっ、ー、と、彼氏いるのおお<ー>。って聞かれたんですけど、はい。彼氏はいないですね。 彼氏は作らない、うんあの。私は多分最初に話したんですけど恋愛対象は女性なので、はいはい、彼氏は作らないですね。うん、うん、そうですね男性にはやっぱりなんか恋愛感情になれないんですよねなんかあのー、好きすぎ女性が好きだからこそ女性になりたいみたいな気持ちがあるっていうのもありますからね。はい、ああそうですね。 それも結構でかいかもしれないです。うーんそうですね <laughs> そうなんですよ。まあだからあの脳内は男性なんで。<laughs> とかだと思っていただければ。はい。で、えっ、ー、と次の質問は、えっ、ー、と男性のタイプを教えてって聞んですけど、はい、私は、ハゲ上がったおじさんが好きです。<laughs> そうなんですかそうなんですよ。なんか。はい そ逆じゃないってよく言われるんですけど、はい、なんかむさぼりついてくれそうなんで <laughs> <laughs> あそっちなんですねうんそうなんですよイケメンでいくんだったら小池哲平みたいな顔が好きああ小池さんですねはいイケメンですイケメンですしちょっと可愛い系ですよねあそうですねそうですね可愛い系好きです菅田将暉さ,さんとか、うん 僕も一応普通に男性ですけどイケメンは好きですよあ本当ですかはいじゃあちょっとそっちの毛があるってこといやあの友達としてあやかれるんじゃないかなとああなるほどですね <laughs> なるほどですねキャラさんの恩恵ということで、はい、<laughs> 今ちょっと一瞬そっちの世界にいざなおうとしました <laughs> <laughs> してみましたすいませんであとは次の質問普段から女性なんですか っていうのを着てるんですけどは女、い、装してないんですけどあの着てる服がなんかもうなんだ女の子もの着てるので、はい、服かぶってないだけでなんかなんだろうな,なんか変な感じの生き物です私は普段はうん僕も一応でもレディースの洋服とか結構よく着けますよあ本当ですかはいあのー、ミフ,ファッションってことですよね なんかあの男性の服だとないようなデザインが、はい、結構あるじゃないですか。ああそうですね。ロングカーディガンとかそう,んそういったのが結構ロング系が好きだったりとかするとやっぱ女性の服を結構あの探してそれを合わせるとかっていうのは結構やってて、はい、意外とこれ使えるなっていうのは普段から結構利用してますすごいよくわかります。私もなんかするようになってから なんか男性の姿の時も女性ものをちょっと組み合わせたりして、はい、なんか幅がすごい広がりましたね。楽しいですよね。楽しいですよね、はいい。今度もしかしたらキャンさんの女装姿も拝めるかもしれない <laughs> まあ女装はまだやあ一度やりましたねそういえばあのあ。やりましたか忘忘年年会会人生初の忘年会でで、はい、出し物であの僕だけセーラーラ服着て、はい 会いたかったを、はい、あの踊らされるっていうあ会いた,かった踊っとき女装してたんですねはい <laughs> 他の女子も含め他のメンバーみんなオタ芸の格好でオタクの格好してオタ芸踊ってるのに、はい、僕だけふフルの,あの振り付けを覚えさせられて <laughs> センターで歌いながら踊らされるっていうのをあの <laughs> 社会人1年目で経験しました <laughs> <laughs> いいですねその時のあのみんなの反応は女装に対してはどんな反応されたか その当時、あのパートで、あのー、勤めている大学生の女の子から制服借りたんですよ。はい、はい、あの普通に入っちゃったんで、希少って言われました <laughs> あー、サイズの。サイズの <laughs>、はい <laughs> な。なんでキャンさん入るのって言われました。<laughs> ええー、キャンさんって結構小柄なんですかそうですね、身長も低いので、で当時、特にまだ現役で陸上競技やってたんで。うん、はい 体重も五十四とか,でしたか、ね。で痩せてる。痩せてる。もうだいぶ痩せてましたね。身長は何センチぐらいですか。百六十二です。ああ、また百七十二です。おお、いいなー。百七十欲しかまあ、でも、僕一応六十二も満足はしてるんですよ。あ、本当ですか。はい。高校卒業時点で百五十九だったんで。 ああ、そうなんですね、はい。60超えきれなかった、どうしようって思ったところで、一応大学の間に3センチぐらい伸びて。はい、あ、なるほど、よかったですね。はい。<laughs> 私はなんか、その、女装してる姿しか見てない人に、なんか、会った時に、なんか、結構大きいんだねって言われます。<laughs> <laughs> 確かに170になると、やっぱり、女装、はい、してる姿だと、相当スラッとして見えますよね。そうですね。そうなんですよね、はい、背が。 多分キャンさんと一緒に歩いたら、私のん肩ぐらいになるんですか顔のう頭の上が。そう、まあ肩まではいかないかもしれないですね。もう少しだけ。まあ、肩に目があるぐらいですかね。ぐらいだと思います。うんうんうん。10センチだと多分それぐらいだと思いますね。じゃあもしちょっと沖縄に私が行ったら一緒に歩いてください。ああ、もうぜひよろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。はい。えっと、で、次はトイレはどっちに入るんですかって聞かれて。 <laughs> これ結構みんな気になるところだと思うんですけど、はい、私はあの障害者用トイレ誰でもトイレみたいなああ多目的トイレってやつですねそうです,うです多目的トイレが空いてればそっち入ってそこが空いてなかった時は男性トイレに入りますうーん男性トイレに入るときはなるべく台、あのー、の方なの個室に入りますねうん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  なんか昔、あの、池袋の、あの、駅の中のトイレに、その女装して、はい、あの、男性トイレ入ってったんですよ。はい。で、すぐ、その大弁の中に入ったんですけど、なんか、<laughs> 外のおっちゃんが、なんか、またま大丈夫かみたいな <laughs> お。おっちゃんは言いたくなりますからね。言いたくなりますからね。はい。 <laughs> 怖かったですなんか中で何も言えずになんかビクビク震えてました本当 <laughs> <laughs> 怖かった嵐が過ぎ去るのを待ってるみたいな、はいあのー、でも私、うんはい、僕全く別の経験なんですけど酔っ払ったおっちゃんに、はい、お前死ぬぞってめちゃくちゃ怒,、はい、怒られたことあるんですけど、はい、はい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 あの自転車であの海沿いの護岸のこのブロックの上ピョンピョンやってたら マイルメットもつけないで危ないだろ、死ぬぞーっつって <laughs> あの、ビール片手に怒られて、<laughs> おっちゃんってほん <laughs> 本当にあの怒ってくれるんだなと思って、あ,あ<ー>そうですよね、危ないですよね、ごめんなさいねっつってあ、じゃあやめておきましょうねっ,って、その時はお,おん穏便に済ましたんですけど、い今どき、ねはい、こんな方もいるんだな、でもビールは置こうぜって思いました。 なる <laughs> 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 ほど、ビール飲みながらだったんですね。そうです。そうです。そうです。酔っ払ってたのか、なんだ。あ、でも、私が言って、私言ってきたいとも酔っ払ってたのかもしれないですね。かもしれないですね。うん、かもしれないです。ちょっと私なんか昔テレビで聞いたあの話なんで、本当かわかんないんですけど、あの男性でも、あの男性トイレが満杯の時は。女性トイレに入っても法律に触れないっていうふうにテレビで言ってたんですけど。 まあ、用途があの確かあのしっかりしてればとか多分あると思うんですよ。はいはいはい。ただやっぱり、とはいえ、状況的証拠とかでなかなか難しい判断で、おそらく無罪にはな,りならないんじゃないかなっていうのが、ありはしますけどね。はいはいはい。法律的な解釈では確かにそういう方に行きそうですよね。出なければ、清掃の女性の方も大体誰に入れないでしょうし。ああ、そうですね。 そうですね、確かに。はいまあ、普通におばさんとかもトイレするときに、あのあ、女子トイレ混んでるからって入ってくるような人もいますからね。あ <laughs> あ、そうなんですね。はい。まあ私はあのこわ怖いんで女性トイレにはまだ入れてないです。<laughs> <laughs> うん、もしかしたら絶対オッケーって言われたら、混んでる時は入るかもしれないですね。その、効率的にオッケーっていうのがわかれば。僕あの一度だけ本当に疲れてる時に用を足して、はい 出口の方向と間違えて女子トイレの入り口まで入ったことがダ、はい、ーッて戻ったことが。<あー> <laughs> なるほど。はい。焦りました。焦りましたか。あそういえば私がなんかその、男子トイレに入って出てくときにすれ違いに入ってきた男の人があの、はい、なんかうわーって言って後ろになんか倒れたんですよ。はい。<laughs> <laughs> でもなんかそこでなんか、はい、普通に立ち去ったんですけど、はい、あそこでなんか「すいません」みたいに言うのもなんかちょっと自意識過剰かなと思って、はい、私のせいで倒れたか分かんないじゃないですかあ分かんないですもんねそうなんですよねはい何かもしかしたらスマホ見てたかもしれないですし <laughs> そうですね <laughs>、はい わかんないんです <laughs> まあ過ぎ去っってちょっと安泰を取りました <laughs> 男子トイレって思って入ったら女子トイレだったのかなわ <laughs> あまずいわあって、ね、パニックした可能性もありますしね。<laughs> ああそうですね。はい、そうなんです、ね、結構よく男子トイレ入ってく時、はいくときに私が入ってるときに来た人がなんか戻ってなんかトイレのマークを確認しに行ったりしますね。<laughs> あ<ー> <laughs> 楽しいですね。ちょっと面白い。そうそう、楽しんでる。あ、キャンさん分かってくれる。ありがたい。いや、楽しいと思います、とても。はい。楽しいですね。そう、私は楽しんでる人です、それ見て。いや、世の中の男性、苦労してるんだなって、本当思いますね。あ、そうですね。そこはね、気を使う方ですよね。逆だったらちょっと違うかもしれないですけどね。はい。ねちょっと。 ここからは、アダルトの内容になってくるんで、はいだ、もしダメだったらキャンサーに止めてもらいたいんですけど、はい。の、えー、っとですね、胸が見てみたいです。<laughs> <laughs> <laughs> 言われたんですけど <laughs>、はい。<laughs> これは、まあ見せられないんですけど、はい。やっぱりなんか、その、男の子で、 ホルモンやってて、胸が出るってなると、見てみたいってなるもんなんですかね。どうなんですかね。僕、正直、はい、あんまり胸に興味がなくて。あそうなんですか。男性の中で多分、珍しい方だとは思うんですよ。うん、珍しいと思います。なぜかというと、はいあのー、僕の家系がですね、まあ、家が、家族が女性が多くてですね。はい でなおかつ結構大食館の家なのではいみんなボンボンボンなんですよなるほど <laughs> はいど、まあ、うちのおばあちゃんがもう幼少期からずっとあのお風呂から出て部屋で着替えるのでもうすっぽんぽんで家の中歩いちゃうような人だったんで <laughs> 友達と一緒にゲームしてたら後ろからおあのうちのおばあちゃんが「があいやー!」って隠しながら一生懸命あの部屋に入るとかっていうのがトラウマでしてなるほどですね、はい そうなんですよ。じゃあちょっと、うん、まあ胸は興味ないじゃあ、はい。も興味ないですかね。あ、むしろお尻の方が興味あります、ね。あ、本当ですか。なるほど。はい、キャンさんはお尻派ということで。まあキュウとしてるお尻が好みですかね。あボンじゃなくてキュウなんですね。そうですね。やっぱりみんなボンとした体型の方に囲まれて生活してると。 うん、あんまりなんかそこに異性としてのあのなんていうんですか、うん、この違いを感じないというかなるほどはいなるほどあの魅力として捉えるにはあの家の皆さんが大きいものを持ちすぎてるんで <laughs> なるほどです、はい、そうかなんですよもう、うん、だからあのー、本当に学生時代がもう全然恋愛に興味持てなくて。 あっという間に30までいっちゃったっていう <laughs> <laughs> そうなんですかあんまり恋愛してこなかったんですかそうですね片思いが結構好きだったんでははははいはいはい、はいあの片思いしてる間って頑張れるじゃないですかあーちょっとわかりますはい、はい、で何か他のことやるやりたいことをやるっていうのが大好きだったので特に陸上競技とかそうだったんですけど、はい、そのモチベーションにするために、うん、わざと片思いのまま っていうのは結構やってましたね。ああ、なるほど、わざと。はい、ああ、素晴らしい。はい、私も見習いたいです、ちょっと。なんか、ふ、<laughs> 振り返ってほしいから、競技で結果出そうみたいな。ほうほうはい。うーん。すごい、なんか、ピュア、ピュアですね。ただ、だから、あの、高校三年生の時は、最後のこの大会に。挑む前に、好奇心をつけようと思って。うんはい、ラブレターをひそかに書いて。好きな女の子の机に忍ばせて。 はい、そしたら夜にあのメールアドレスを書いてたので返事が来たんです。ごめんなさい好きな人がいますと。ああ<ー>振られたと思って。<話ー> <laughs> 6年間好きだったんですけど <laughs> それはなんか実ってほしかったですね。 ただ、あのー、まあ、あ祈るわけもないわけですよ、そんなし、あのー、なんか、仲良くしようと思って、近づくわけでもなく。ああ、まあ、そっか、突然言われてもっていう話です。そうですそうですそうです。<laughs> もう、当時ベ、べただったので、まだ廊下ですれ違うときも、緊張しちゃって、もう顔、顔回しきれなかったんで。<laughs> ああ、本当にピュアですね、なんか。はい。だまあ、モチベーションにしてましたね。<laughs> うん、素晴らしい。<laughs> ありがとうございます。あと何分ぐらいですかね。 あと10分ぐらいですかね。10分ぐらいはい。じゃあ、もう一個ぐらい。じゃあ、えっ、ー、とね、これちょっと危ないかもしれないですけど、はい。男性ののああれを見るのは好きですか <laughs> <laughs> まあ深夜ですからね、結構ディープなところまで入ってきますね。大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、大丈夫です。大丈夫です大丈夫です,大丈夫です。か私は、あれを見るのは嫌いです。<laughs> あ、そうなんですね。<laughs> 嫌いです。 たまになんかそのそういう何だいきなり送ってくる人とかいるんですけどうわーもうもういけないいけないクソがーってなります、ね、<laughs> それははっきり言って同じ同性でも嫌じゃないですか嫌です嫌です嫌、はい、ですうんあのー、なんて言うんですかね友達にパッて送られてきたら、うん、お前何やっとんねんそうですよね、はい そうですよね。何ちゅうもん送ってきとんねん。<laughs> いたずらにも程があるぞと。なんか、あの女の子のを見て興奮するんならわかるんですけど、はい、なんか、自分のを見せて興奮するって人のなんか気持ち、私は分かんないです。はい、そうですよね。うん、なんか、自分の体の一部見せて、まあ、うん、逆に自信がないんじゃないんですか。ああ<ー>。<laughs> 自信がないはいからあの承認してほしいんじゃないですか <laughs> はい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 なまか,、ね、か自信があるからだったら別に見せなくてもいいじゃないですかはい、うん、だから僕はどちらかというと自信がない方じゃないかなっては思ってますけどねそういう方って <laughs> なるほどじゃあ今度から送られてきたらそう思ってきますだからあのー、よくまあ僕妹がいるんですけどはい,あのい妹が あのもしそういうあの露出の方に出会ったら絶対言うっていうのはあちっちさってって言おうかなって言ってました。さってどういう意味ですかあのー、なんかあのー、よく路上で。ちっさちっさって言ってやろうって言ってました。でもそれで喜ぶかもしれないからな。<laughs> 喜びますかねうん、なんかそういう人もいるみたいですね。えー。 それで見せるんだとかって冷めた反応をしてあげたら <laughs> そうですね、はい、そういう方がまだ興奮しないかもしれないですねかもしれないですねで次の質問最後ですけどはい SM どっちですか <laughs> っていう質問なんですけど、はい、私は女性に対しては S で男性に対しては M ですあそうなんですねはいはいはい <laughs> なんかちょっとこれね知り合いに言ったらあの男尊女卑の考えがあるんじゃないかって言われましたへぇそんなことないと思いますけどねそうですかはい <laughs> うんここはちょっと<お>うんあなんですか僕はあのー、多分ド同ツだと思うんですよああそうなんですねキャンセルはドイツはいただあのいじられ役をよく引き受けるので はい。M だと思われることが多いんです。ああ、普段の感じはってことですね。はい。ただ僕はド S です。<laughs> プレイになったらってことですよね。まあプレイというかあのー、まあ陸上競技やったってさっきも話したんですけど、はいはいはい。あのー、筋トレする時自分で筋トレするのはあまり好きじゃないんですよ。はい。ただ後輩とかの筋トレでこうやって指一本でバーベルこうやって持ち上げてあげて、ああもうはい、はい、もうちょい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 っていうこれが大好きでした。<laughs> はあ、はあはい、なんか、ギリギリまで追い込ましてあげるっていうのが大好きでした。ドエスですねー。<laughs> <laughs> おい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 おも、ま、っとダーひどい、ひどい。<laughs> <laughs> 自分にやらないのに。<laughs> <laughs> 面白い。<laughs> じゃあちょっと今度、キャンさんと一緒にあのジムに行ってみたいですね。ああ、もう散々んんいじめてあげます。<laughs> ありがとうございます、ね。<laughs> あ、私ですけど <laughs>。<laughs> じゃあそろそろちょっとエンディング行きますか？そうですね。お願いいたします。はい、じゃあエンディング曲はえっ、ー、とユリアさんのスタイルという曲です。聞いてください。 「誰かの世界に」「彼の向こう側で叫ぶ」 ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日もあっという間の30分でしたね。あっという間でしたね。本当にあっという間でしたね。もっと話したい。<laughs> まあ、あと3分ぐらいは話せますけどね。あ本当ですか？はい、おじゃあなんか今日キャンさんなんか気になったこととかありますか？もっと気になったことですか？うん、やっぱりあのー、お肌のメンテナンスとかは結構力入れられてるんですか？はい あお肌は、えーとですね、毎日あのお風呂に入ってたら、手長水と入水、はい、してであの、それはもう二十歳ぐらいの時から続けてて、お<ー>それと別にあのサプリメントいっぱい取っててあの、マルチビタミンとミネラル、あとプラセンタ、はい、アスタキサンチン、お<ー>ビタミン C、ビタミン E、はい、ビタミン D、ビタミン E。はい <laughs> 全部なんか、パパがいろいろ狙ってるのがあるんですけど、あはい、そういうの,あの毎日取ってます。いや、あのー、そこら辺の女子よりかなり気を使ってるんですよ、やっぱり。そ <laughs> うでしょうね、普通の女の子どれぐらいやるかがかんないですけど。まあ、普通の女の子もそれぐらい多分やってるんでしょうけど、<laughs> まあ女の子でもだいぶ幅があると思うんですよね。はい、はいはいはい。うちの妹なんかそういう、そこまでやってるの見たことないので。あ本当ですか。はい。うーん でもなんか、基礎化粧品はもっと本当はなんだっけ、美容液だっけな。なんかあと2種類ぐらいあるんですよね、本当は。あ、そうなんですね。うん、化粧水つけて、乳液つけて、なんか美容液つけて、はいだっけ。なんかもう一個ぐらい確かって気がするんですけど、いやなんか、大変だな、やる人は。なんか、そんなにまでやる気になれないな、みたいな。いや、僕も一応人前で DJ とかしたりとかするので。はい。 まあ多少の,、まああのケアはしてるんですけど、男性用のこのオールインワンのあのあフェイス、まあ、クリームなんですかね、はい、とかを塗ったりとかはしてますけど。はい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 。素晴らしいですね。肌なんか綺麗ですよねあ。ありがとうございます。うん、素晴らしいと思います。まあ陸上競技やってたにしては頑張って。 た感じしないですね。もう年中黒かったですよ、もう元気の時なんて。ああ、そうなんですね。まあ日焼け止めは結構、ちゃんとしっかりやるようにはしてたんで。うんなんか、沖縄だと、なんかすごい日焼けしや,しやすい感じがしますけど、もう大変でした。大変ですか。もう初めての時は、もう全部水ぶくれになっちゃって。<laughs> は,いはいはいはい。それでもうし、紫外線予防はもうしっかりやるようにしましたね。なるほどですね。<laughs> ではお時間来てしまいましたはい、今日もありがとうございましたこちらもありがとうございましたはい、お相手は男の子系 v チューバーの猫丸とはい、えミ、ー、キさんのキャンでしたはい、ありがとうございましたそれではまた来週同じ時間にお会いしましょうおつまるおつまる <laughs> はい、ありがとうございました